マルコによる福音書第14章の3節から9節をお読みいたします。新約聖書マルコによる福音書第14章の3節から9節です。教会備え付きの聖書を借りていらっしゃる方は後ろの方の75ページです。けれども今日はスクリーンにも出すように準備をしています。ですのでもしも、開くのが大変だという方は、スクリーンの方をご覧ください。マルコによる福音書第13章3節からお読みいたします。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家についてシモンの家にいて食卓についておられた時、一人の女が非常に高価で純粋なナルドの香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。するとある人々が憤って互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にするのか。この香油を300デナリ以上にでも売って貧しい人たちに施すことができたのに。そして女を厳しく咎めた。するとイエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるから、したい時にはいつでも良いことをしてやれる。しかし私はあなた方といつも一緒にいるわけではない。この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いであらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。よく聞きなさい。全世界のどこででも福音の述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるで。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から全てを注ぎ出すという題でメッセージをさせていただきます。ここに一人の女の人が出てきます。この女の人、他の聖書の箇所を見るとベタニアのマリアと呼ばれていた人であります。聖書に何回か出てくる、イエスの気持ちの分かる人の一人で。今日の聖書箇所、そのベタニアのマリアが大切にしていたとても高価な香油の入った壺を割って全てをイエスの上に注いだということが書かれていました。それを見ていた弟子たちは、ああもったいない、どうしてこんなに無駄にするんだ、これを売れば300デナリくらいに売れて貧しい人を助けてあげることができたのに、と言ったのであります。300デナリがどれくらいかと言いますと、当時の日雇いの仕事が日当が1デナリというところがありますので、だいたいいろんな、いろんなでね、その一日の日当がどれくらいかって、それを決めるのが大変かもしれませんけど、300デナリくらいということは、だいたい2万ドルから3万ドル、そんなもんであります。円に直すと200万円から300万円というところでありましょうか。かなりの金額であります。それくらい高価なものだったのであります。それを全部イエスに注いでしまいました。周りから見たらもったいないと思うようなことだったのでありますけれども、彼女にとってはもったいないことではありませんでした。そしてイエスご自身もその気持ちを喜んで受け入れたのであります。この女の人、その中にあったのは何でしょうか。それはイエスに対する思いだったのであります。イエスに対する思いが彼女の中にはありました。愛と言ってもいいと思います。イエスに対して心が向いていた、この、男女の愛というよりはこの尊敬の愛でありましょうけれども、この愛がイエスに向かっていた、
イエスに対して心が向かっていたのであります。実はこの聖書の箇所はイエスが十字架にかけられる直前の話であります。直前の直前、2、3日前の話であります。イエスはご自分が十字架にかかるために覚悟を決めていたと言いましょうか。まっすぐ十字架に向かって進んでいる真っ最中でありました。ある人々は誤解しているのでありますけれども、イエスは本当は十字架にかかりたくなかったけれども、まあ、敵にはめられて、この敵に、このイエスの弟子に裏切られて、敵にはめられて十字架にかけられたと、そういうふうに勘違いをされている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でもですね、このイエスはそうではなくて、十字架に向かってまっすぐに進んでいった、私は十字架にかからなきゃいけないんだと、十字架に向かってまっすぐに進んでいたのであります。でも弟子たちはそのことが分かっていなかった。弟子たちは自分のことばかり考えていました。イエス様、何度も何度も何度も、私は苦しめられるんだよ、私は殺されるんだよ、私は捕らえられるんだよ、私は十字架にかかるんだよ、何度も話していたんですけれども、そのことは耳からこっちから入ってこっちへ抜けていた、いや心を痛めていたと書いてありますから、全然聞こえなかったわけじゃないでしょう。でも心を痛めながら、なんでイエス様はそんなことを言うんだろうって、そんなレベルだったんでありましょう。弟子たちは自分のことばかり考えていました。これからイエス様に大活躍してもらって、自分は大臣にしてもらおう、ナンバー2だ、ナンバー3だ、そんなことばかりを考えていたのであります。しかしこの女の人はそうではありませんでした。この女の人はイエス様の思いに目を留めていたのであります。イエス様が語る言葉に耳を傾け、イエス様のことに目を留めていました。この人には見えたものがありました。他の弟子たちが 見えなかった、他の人々が見えなかったものが彼女には見えていたのであります。それを短く3つ紹介したいと思うのでありますが、それは第一に、今何が必要か。彼女に見えていたものは、今何が必要かということでありました。今イエス様に何が必要なんだろうか。今この瞬間、イエスには何が必要なのか、それが見えていました。イエスは、彼女は私のために葬りの準備をしてくれたのだと言いました。彼女はイエス様の覚悟を見ていました。大好きなイエス様が十字架に向かって歩んでいっている、そのイエス様の覚悟を見ていました。そして今、イエスにとって必要なものは何なのかを見極めていたのであります。そしてそれだけではなくて、それをそのために自分は何ができるだろうかと、自分の持っているものに目を留めて、それを実行することができました。彼女は2番目に何を優先すべきかが見えていました。もちろん貧しい人のことも大切です。貧しい人のための働きも大切でありました。でも今この時何が必要なのか、それを見極めることができました。何を優先すべきなのか、どこにプライオリティを置くべきなのか、彼女はそれが分かっていました。そして3番目に、損得感情を超えたものがある、計算を超えたものがあるということを彼女は分かっていました。この女の人が計算したらここまでできなかったかもしれません。でも計算を超えて、損得を超えて大切にすべきものがあったのであります。それをこの人は知ったのであります。他の人々はもったいないと思いました。しかし彼女はもったいないと思わなかった。他の人はもったいないと感じたことを、彼女はもったいないと思わなかった。どうしてですか。それはそこに愛があったから。それはそこにイエス様に今何が必要かという、何を私たちは優先すべきかって、それが彼女はそのことがイエス様に対する愛によって見えていた。愛というのは計算を超えていく、そしてその計算を超えるものが必要な場合がこの世の中には存在する。この世界の中には、この私たちが計算ずくめでやっていったらダメなものが存在する。
愛する、そのことを彼女は知っていたのであります。私たちは東日本大震災から8年の日を明日迎えます。先ほど宮本先生からもありましたように、いや東日本大震災の後も去年も北海道で地震があり、西日本で大きなこの洪水がありました。熊本でもその前にはこの地震がありました。本当に各地で痛みを覚えてらっしゃる方々がいます。皆さんいかがでしょうか。東日本大震災の場合は8年が経ってコラムに書きましたが、正直なところやはりいろいろ忘れていることがある、忘れている時間がある。私たちが過ごしている中でそのことが頭から抜け落ちる時間もある。あんなに大きなことが起こって、あんなに大好きな日本にあんなことが起こって、多くの人々が苦しんで大切な方々を失って、目の前で失って、そんな大きなことだったのに、そのことを思うことが今どれだけあるかと。だからこの時私たちはこの女の人がイエスの思いに目を留めて心を留めたように、この女の人がイエス様の思いに目を留めて心を留めたように、今も痛みの中にある方々に目を留めて、その方々の痛みを心に留めたいと思います。その時に私たちには見えてくるものがある。私たちが心を向ける時に、耳を傾ける時に見えてくるものがある。それ何が必要か、何を優先すべきか。先ほどの宮古からのメッセージ、原発事故で経験しておられる方々の、原発事故で避難していらっしゃる方々のメッセージを読みましたけど、今必要とされているものを本当にそのために祈り、必要とされる援助、必要とされているメッセージ届けようじゃありませんか。本当に私たちには今この時何が必要なのか思い巡らして求めていこうではありませんか。そしてもう一つイエスの言葉に注目したいと思うのであります。9節の言葉であります。よく聞きなさい、全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろうって、こういうふうに言われた人はこの人たちです。福音が伝えられた時に、この人の女のしたこと、人のしたことも必ず一緒に語られる、そんなことを言われたのはこの女の人の行為だけです。何でしょうか。そしてこれは本当に実現しました。いつも十字架が語られた時に、イエス様の十字架が語られた時に、いつもセットでこの女の人のことが語られます。それはタイミングがそう、 2,3 日しかずれてないからって、タイミングがそうだから、それもあるかもしれない。でもそれだけではないでしょう。実はこの女のしたことは、イエス様が私たちにしてくださったことそのままだからです。この女のした人、女の人がしたことは、イエス様が私たちのためにしたこと、その象徴する行為だったからです。イエス様も私たちに心を向け、私たちに目を留めてくださいました。イエス様も私たちの必要は何であるかを、自分たちが気がつく以上に、神様は私たちに目を留めて私たちの必要をご存知でした。イエス様も私たちのことを優先的に考えてくださいました。そしてもったいないと思わないで、全てを私たちのために与えてくださった。まさにこの香油のいっぱい入った壺をこの女の人が割ったように、この人々をうっとりさせるような香油のこの香りがいっぱいあふれる壺を割って、この香油をイエス様の上に注ぎ出したように、イエス様ご自身はイエス様の体という、イエス様の身体というこの壺を割って、イエス様の内側からあふれる愛を私たちに注ぎ流してくださったのであります。それがイエスの十字架です。それがイエスの十字架です。教会には必ず十字架が掲げられています。それは
イエスが十字架にかかったのは私たちの罪を背負って私たちを許すためだったからです。そのためにイエスは全てを投げ出して全てを私たちのために与えてくださったからです。そのイエスの愛があるから私たちがそんなに深く愛されているから、そうですね、私たち本当に自分の内側にパワーがないと、自分の内側にこのダムが、ダムって言ったらいいでしょうかね、命の水がないと、私たちの心の内側が枯れてしまっていると、私たちはどんなに戦いを覚え、どんなに痛みを覚えている方がいても、その方々のために何かすることできない。神様が私たちを愛してくださったその愛があるから、イエス様がまさにこの女の人がイエス様にしたように、私たちのために全てを投げ出して、この全てを注ぎ出してくださったから、私たちも力をもらって勇気をもらって愛をもらって生きていくことができる、愛を注ぎ出していくことができる。今日も神様からの力をいただきましょう。そして今もかの震災の被災地で、また熊本や北海道の地震や西日本の豪雨や、また世界に目を向けるならばインドネシアでも大きな津波が起こりました。本当に世界各地で痛みや苦しみの中にある方々のことに目を留めていこうじゃありませんか。何が必要か、何を優先すべきか、そして計算を超えたものがあるんだ、そのことを私たちも表して表させていただこうじゃありませんか、経験させていただこうじゃありませんか。もったいないと言われるくらい、わからない人たちにもったいないと言われるくらい愛を注ぎ出していく歩みを、勇気を持って大胆にでいただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちを愛して、私たちのために私たち今何が必要なのか、何を優先すべきなのか、そして私たちのためにもったいないと思えるようなことをしてくださったあなたの愛を心から感謝をいたします。どうか主よ、あなたの愛を私たちがたくさんいただいて、私たちも出ていけるように、私たちも今も悲しみや痛みの中にいる方々のために、私たちも仕えていくことができるように、手を差し伸べていくことができるように、メッセージを送っていくことができるように、語っていくことができるように、一緒に過ごすことができるように、主を助けてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。